もうう全然インターンの話が関係ないけども、今ちょっとさ、一定期間残るっていうのは面白いなと思ったのは、ウェブ上の限界で消さざるを得ないっていうのがあるじゃない。そうね、サーバーから消えてっちゃうね。これがもっと時代が進むとさ、メガサーバーとかになって残っていくのかもしれないけど、現状ではさ、やっぱり残しておいてそうだも、ね。向こうが公開っていうことを考えた時には消さざるを得なくなっていく、そんな気もするなと今ちょっと思ったんだよね。まあだからかなり近い存在としてはローカルの中ではあり得るよね。ウェブ上ではちょっと無理かもしれないけど、そこで僕はいつも面白い逆転現象を垣間見るんだよ。テクノロジーとアナログとデジタルっていうのは全然似て非なるものじゃなくて、似て似るもの。似てるもの、似て非なるものじゃなくて、似て似てるもの。似てるものなんだよ。デジタルが進むと今度アナログに近づいていくんだよね。ある一面においてはそうかもしれないな。で、結局人間ってさ、自分の身体機能をさ、デジタルにうまく反映させたいわけよ。だからマウスもカクカク動くものは嫌なのよ。だからなるべく手で動かしたものに近い。そうで、だ今度ね。ペン型のさ、タブレットタブレット PC 出てくるでしょ？あっちの方がいいんだよ、本当は。あっちをやりたいんだよ。で、今度画面に直接書きたいっていう欲求も出てくるし、今そういうものも出てきたんだタッけチ液ど、晶とかそうかもね、タッチパネルとタッかチね。パネル。で、うちのお母さんなんかさ、パソコン最初始めた時ね、本当に画面にタッチしてたから。これがね、やっぱ人間の感覚的なさ、身体機能とそのデバイスがつながった状態だよね、タッチパネルでやれたら。そうだよね。でもアイコンをさ、押したくなっちゃうもんね。で、何回行ってもパソコンの画面触るから指紋つくから俺すっごい嫌いなんだけど、ただまあ、ね、正直な身体反応だよね、そういうのって。で、やっぱりそういうデジタルとアナログがこう、似通ってくるっていうのはいろんな場面で出てくると思うんだよ。例えばウェブ上で見た、すっごいウェブ上で好きな人ができちゃった。まあ、ある作家さんがね、まあ、他のラジオやってる人でもいいや、あの人に会いたいってなった時に、やっぱりそこでアナログになっていくわけよ。そ連ういうこ絡としなの。て会う、直接会そういう話？う。それはでもさ、デジタルがアナログに近づいていくっていうよりは、デジタルからアナログにチェンジしたってだけじゃない？なんかさ、そのデジタルの状況で、それがウまあェそうブかも上しでれずっないとさ、交際が続いていくとか言うんだったら、なんかそっこう、ちわかはる気まあもするん昔だからけあど。るからさ、文通みたいなものもあるそうし、だね。で、僕が考えてるのはそういうことじゃなくて、ほら、僕がさ、久慈君に CDR 渡したり DVD 渡してるような感じだと思うんだよ。ウェブ上ではもうサーバーには過去の放送ありません。欲しい人は僕が CD を焼きますから取りに来てください。こういう形態が成り立っていくとシステムが良くないのかもしれないけど、結構僕は逆転現象が起こってるような気もするし、じゃあそこに突っ込み入るんだよ。じゃあ僕と直接話せばいいじゃん、ラジオやんなくても話せばいいじゃんっていうことにもなっていくわけで、でそこら辺は結構僕面白いなと思いながら普段思ってて、僕ビデオ撮るのも好きなんだけど、直接見りゃいいじゃんとかって思うんだよ。見ると残んないですね、やっぱり。そこで葛藤が出てくるんだけど、ね、見たいっていう欲求と撮りたいっていう欲求と、なんか今チャンネルが開いちゃったけどさ、昔ね、ダライラマが通るっていう、インドにいるときに、ダライラマが外出するときにさ、見れるっていうので、みんな待ってたわけね。配管できる。配管っていうかさ、車でどっか出かけていくときに、その道沿いにみんな人だかりができるんだけど、その時にさ、僕カメラで撮ろうかどうか迷ったんだけど、結局自分でホーリーを見るっていう方を選んだ、なんかそういうさ、ちょっと進行しとか、実際にダイレクトに見るっていうことが重要な場面って、やっぱりまだあって、あるね。それもね、いくらそのカメラで撮ったからといってもさ、
昔からあるんだよね、ヒンドゥー教の観念でさ、神を見るっていうのとか、なんかね、そういう状況があったなと今思い出した。ごめん、全然関係ない話、取り留めもない。あ、でもどんなにカメラ好きで普段撮ってる人でも、うん、これ撮っちゃいけないだろうっていう自制心が働く時ってあると思うんだよ。うん、でその時の、まあ、危機的な心理状態とか、もしくはその尊さに対する心理状態、うん、これ撮っちゃいけないんじゃないかっていうような、例えば、まあ、本当人が死の死にそうになってる瞬間とかね、うん、普通の人は多分撮れないと思うんだよね。なんか自分の肉親が死んだ時に、うん、じゃあ記念に撮りましょうとかって言える人はもう相当少ないと思うんだよ。そうだね、うん、まあ、それは撮っちゃいけないっていう自制心みたいな話なんだけど、うん、見るがさ、撮りたいよりも、うん、撮りたいよりも見たいが優先される状況ってさ、うん、まだあると思う。だからやっぱ記憶と記録の違いなんだよね、そこは、うん、記録に収めなきゃいけない事柄ってすっごくたくさんまだまだあって、うん、それは記録では補えない本、うんうん、なんじゃないかな。そうだね、まあ、まあ恋人との写真を撮るっていうのもいいんだけど、うん、そういう記録は残るんだけど、あ、うん、別に愛情が残るわけじゃないからさ、そうだね、うん、愛情を感じるとしたらやっぱり記憶の方じゃん、うんうん、だからなんか面倒なのはさ、ね、恋人の話だったら、うん、写真ってやっぱり見ると思い出が蘇るじゃない。蘇るね、うん、その時さ、こう、うん、ね、付き合ってた彼女とかの写真とか見るとさ、うん、あの時の感情っていろいろ思い出したりもするもんじゃない、うんうん、なんかね、じゃあこう記録が記憶を呼び起こすと、ね、うん、媒体にもなってるし、うんうん、っていうのちょっとなんか全然さ話つながってないし、いやいや、つながってると思うよ。やっぱデジタルとアナログのそこら辺に役割の違いがあると思うし、うん、やっぱデジタルは記録が得意、うん、大変、やっぱり編集大変だね、うん、今日ね、ね、僕の出る回は編集作業が大変っていう、うん、大変だね、すいません、うん、P 使わなきゃいけないしね。そうだね、うん、うん、だからそんなところで、うんうん、まあ、どうも映像お世話になりました。いえいえ、こちらこそ本当楽しい時間をね、うん、過ごしましたよ今日も。でもね、特に後半 CM がね、うんうん、特撮さんにもよろしくお伝えください。はい、うん、これね、間接でこうね、一応ね、話が伝っていくわけよ、うん、その一応さ、うん、CM 作ったのあのカモのやつ、ちょっと見てもらってほしい、ね、うんうん、あれはだからいつ見せようかなっていうのはちょっと考えてて、うん、僕がね、その映像を作り終えて、うん、それからがいいかなって言っとか、うん、いやいや、もうできちゃったんだから話として面白いから今の方がいいかなとか。それはやっぱり、ね、うん、リュウシン君が考えたらいいよ、うん、自分で、うん、ね、うん、映像とかにもやっぱ時期があると思うからね、うん、やっぱ自分としてはね、割と性格上ね、できたらすぐ見せたいタイプなんだよ、うん、まああれね、うん、オファーのあった仕事、うんうん、まだ完成してないのにそれだけ見てもどうかなっていうところもあるのかもしれないし、そうだよね、うん、もうちょっとこらえて、うんうん、僕はだからできた時にね、うん、一緒に見せようかなと思ってんだよね、そうしてもらえると、うん、そうしないとね、なんかこう自分の頼んだ方をね、おざなりにされたような気持ちにもなっちゃうしねそうだよね、うんうん、まだ制作に入ってないからね、イメージはあるんだけど、うん、まあまあ、そのインターンの方の、うん、インターンの方の仕事でもないのか、僕の映像に対する個人的な興味にお付き合いくださって、うん、はい、そうだね、どうもありがとうっていう感じかな、うんうん、まあ、しばらくね、また会えなくなるしね、うん、うん、そうだね、まあ、別に東京来た時は声かけるよ、うんうん、僕も東北行く時にはね、そうだね、連絡するよ、うん、うん、あ、いいね、そうそう、時間かですかね、そろそろ、そうそうね、じゃあネタも尽きたんです、ネタもね、うん、じゃあなんか
一言ありますか、今日のまとめなり。まとめ、インターンお疲れ様でした。はい、じゃあ今日はありがとうございました。うん、はい、失礼します。